よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、 SKE48 チームカレーの松井樹里奈です。今日はよろしくお願いします。あのダジャレなんですけどまあでもあのメンバーを見ていただいた通り、そのカレーのなんていうんですか、あれは美しくて花があるっていう意味じゃないですか。もう本当に美しくて花があるメンバーが集まっておりますので、それと2つかけました。チームグツグツ煮込まれてます、高柳あかねです。よろしくお願いします。カレーって作って1日目より2日目のが美味しいって言うじゃないですか、うん、そうなるとやっぱグツグツ煮込まれてるっていう意味と、あとは私たちのグツグツ煮込まれてるチームは、まあ、そこに今写真が出てるんですけれども、まあ、宮沢沙耶さんをはじめ、その SK48 も2期生が多かったりとか、うん、こう長年やってきたりとか、まあ、あやちゃんだったりがずっと劇場で頑張ってグツグツ煮込まれて、今こう一つ一つ夢が叶い始めてるメンバーが多いなっていう理由もあって、今煮込まれてますよっていうのをかけてみました。チームグググの木本香音です。よろしくお願いします。松井玲奈さんが考えたんですけれども、今日は私が代理で、うん、こう言わせていただくんですけれども、うんうん、あの理由はですね、あのこのチームのトッピングがすごく、トッピングの組み合わせが、うん、あのグッドだったっていう意味でグググっていう風になってるんですけれども、あのメンバーもすごい何ですかね、可愛らしい個性豊かなメンバーが多いんで、ちょっとキャッチーな感じで覚えやすく可愛いなってますね。なるほど。昨年は、はい、チームシーフード、チームベジタブル、チームミートと、まあ、トッピングのジャンルがチーム名になっていたんですけれども、はい、今回は昨年と変わりましたね、はい、これはどうして変わったんですか？そうなんです、こちらですね、あの理由がありまして、はい、去年私はチームミートだったんですけれども、まあ、チームミートその名の通り肉が、主のグループでして、でもお肉のトッピングってなると豚しゃぶにカツにって何個もトッピングができないじゃないですかそれをファンの方にすごく言われて、なんか野菜だったら、まあ、トマトとアスパラとってこう気軽にトッピングができるけど、あかねちゃんのチームのお肉は一つが限界だよって言われたところをちょっとココイチさんに、次回があったらちょっといろんなバランスを考えていただいてって言ったらこうなりました。はい、よかった、よかった、言ってみてよかったのと。確かに野菜とかシーフードが苦手っていう方もね、はい、そうです、中にもいらっしゃるかもしれない、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チームグツグツ煮込まれていますの柴田彩です。チームカレイの古川愛理です。よろしくお願いします。はい、SK48 チームカレイの大場美奈です。よろしくお願いします。SK48 チームグツグツ煮込まれてますの古畑奈央です。よろしくお願いします。ユニフォームですね、ココイチの。はい、そうなんです。今回ですね、私たちがいつも48グループ全員があのステージで着ている衣装があるんですけど、その衣装を作ってくださっているおさでカンパニーという会社の方が、あの今回のココイチさんの新しいユニフォームを作ってくださったんですよ。いつも SK48 はちょっと可愛らしいものが多いんですけど、今回はちょっと落ち着いた雰囲気が出てる中にこの SKE っぽさも入っているっていうところが、なんか特別な感じがしてすごく嬉しいです、うん、いいですね、これで踊ってもみたいよ。いけますよ絶対踊れるといいね。なんか靴も頑丈だから頑丈頑丈さあそれでは、はい、せーの、あーちょっと待って、わーやったー、すごい、ジュリアさんがさすがだね、今日、もっとお客様としてこちらが、ありがとうございます、新商品のチームからでございます。店員さん、素晴らしい、ありがとうございます。すごいわ、フラッシュがすごい、すごいすごいすごい、おいしい、お肉が、お肉がいっぱい入ってる、いいな、え、みんな、え、なんだ、食べようよみんな、いいですか、え、そんなんいいんですか、食べない人、スプーンが出てきた、え、優しい、そんな、すごい対応力、これくじじゃないですよね。え、でもレトルトなんですよね、これ。そうなんですよ、お店ではないんです。カノンめっちゃいっぱい取ってるね。これちょっと、はい、欲張りすぎた。いただきまーす。すごいな。うん、どう？おいしい。まろやか、まろやか。ね、おいしい
よね。見た時にどこのチームが優勢っていうの今の去年の反省を踏まえて、でもまあバランスはいいなと思います。そうですね、わからないですね。なんか写真見ると宮沢さんの強さがなんか確かにオーラがすごいですよ。押しトッピングがメンチカツで勝つって書いてあったんですよ。絶対勝つみたいな、かっこいいんですよ、ね、燃えてたんで。初参戦だしね。そう、はい、チームのリーダー頼もしいなと気になりますね。そうさ、はい、個人強いですね。びっくりしました。本当にまさかと思って嬉しかったですね。なんかやっぱ何でもあの初めて一人目っていうのが一人目です。すごい嬉しかったですね。なんか得した気分になりました、ね。でもぜひたくさんの方にやっぱ食べていただきたいですね。まあ2週間後にねジャンケンありますけども、はい、2連覇ですか。2連覇できたらいいですけどね。でもやっぱ握手会でももう2連覇頑張ってねってすごい言っていただけるので、それをパワーに頑張りたいと思います。今年は何を出す。今年何を出す。それこの間も聞かれたんですよね。心変わりもしてるかと。あでも あそうなんです。あのじゃんけんする夢見たんですよ。そう、夢を見て2回戦まで見たんですよ。1回勝って2回目まで行って何出したかもちゃんと覚えてたので、それはちゃんとメモってあるので。すごい、はい、取り外す。そんなこと言ってめっちゃ負けたらめっちゃ怖いですけど。1回も怖いですけど、でももうそれ頼みで夢頼みで行こうかなと。すごい、1回勝ったら選抜ぐらい。いや、もうちょっとあるかな。結構かかるよね。そっか、今回1人なんですね。あ、そっか、ソロは1人。はい、なので、とりあえず2回戦までは夢通り、はい、行きたいと思います、はい。皆さんにカレーをたくさん食べていただいて、カレーに優勝したいです。はい、それで、イエイ。